お疲れ様スラットです。今日ですねこちらディガロ系やっていきますということで、まあ今シーズンはねちょっと大型が多い、はい、エリゴレ、エレジャイ、まあゴルダクネ、まあ、強化されたこともあり、ダクネつけたらね、はい、ヒーラーもヒーラーロイとかもねちょっといるんで、まあそれはちょっと形組んでくるやからどもをねロッケでしばきながらデリで回収してのさあ勝っていきましょうよということで、まあちょっと強いかもしんないよねロケットはね。まあぶっちゃけロケである必要もないんですけどね。だからポイ、最近はやっぱポイが強い。おい、ふざけんな、頑張れ。うっ、うん、優秀すぎる。そう、別にロケじゃなくてポイデリとかでも守れるんですけども、まあなんだかんだねヒーラーライドラとかを一掃できるんで、まあ、そういう点で考えるとまあロケットも悪くはないよねと言ったところで、コカッちゃんです。はい、普通のコカッちゃんです。あれ、普通じゃねえ、だいぶ特殊なコカッちゃんです。ウォールブレイカー型ね。あー、え、めっちゃすげえ来る、回転早い、だいぶ特殊なウォールブレイカーロケコね。これやってくんねえかな、ロケコありそう。いけいけ、うん、でかすぎる。さあだいぶ攻め攻めな枯渇はね。あ、待って、ミス、絶対ミス、どう考えてもおかしい。あ、やばい、すべて失う、なんでふざけんな。まあさすがにね、じゃあ一回ね落ち着こうか。ロケコやだね、ロケコ。まあキング起動したいね。ゴルナエもいて、うわ、なんか見たことねえな。まあこれもあれか、スケドラーとか最近の多いとも。いやマジロケコな打つの早いって。ダック連盟したらだるそう。おい、無敵ないよ。さあちょっと落ち着いて、何をどう守るのが正解なんだ。あー、そういう感じで、あー、石膏、なるほどね。そういう感じね、だいぶセコめにやってるスタイルね。はいはいはい、いやーでもロケット今決まったのでかいね。これオールブレイカー追加とかじゃない、わかるよ俺には。マジかよ。そういう逆サイバーお上手。いやー、いて、ロケ子はロケ打ってほしい子、よっ、強敵そう。いやーめっちゃいい。あ、マジでお前嫌い。これだけだな俺の負け筋。ロケ子ぐるないね、これも良くねえのか。だからゴルナイが後ろ行ってる、この達成はセーフ。いや戦いにくいなこの復活。バッテリー落とす、ロケ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 で頑張る。いいよ、守れば勝ちっす、守ればね。あんま硬いの出せないっすよね。はい、許容。いやー一回下がんないでほしいな、よくやった。いや痛すぎそれ。いやもうディガロケー、マジロケこう気ぃつけていこう。出したいよね、出しにくそう。
うっ、やめて、やめてー、むずすぎー。いやー、相手の子が通路で行きなんだこれ、危なすぎる。いや、危なすぎるね。なんかユニットでバレルとか守ったらゴルナイ来るし、ロケホー来るし、すげえやりづらかったっすね。さあ、まあ告発系にはね、今みたいにデリウッドで頑張ってこうぜと、レシピ教室とね。いやー、怖かった。なんかもっと大型とかだったらね、もうインフェで守って後衛はデリかロケットで楽ちんなんですけどね。さあ、アイスピオールブレイカーはちょっと特殊だね。ドリルの可能性もありそう。さあ来ましたね。これは縦線もダックプリもあるんで結構幸せか。あ、はみ出とるやないかい。お前って後ろにやって事故らしたいな。んー、なんで後ろかんな、あんたは。さあちょっと回転早いドリルですね。ちょっとどころじゃねえだいぶアイスピーだからだいぶ回転早いね。うん、まあドリルはダックプリか縦線で受けれるんで、まあ、なんとかなるとして俺が頑張って削んないといけないですね。こっちのゴブリン嫌だな。お、後ろに、これもうなんかディガロケ行っちゃっていい気するんですけど、ゴブリン、おい、ゲットくん、よし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 、でかいよ。でオールブレイカーにデリ落としたいっすよね。絶対来るですよね。よしよしよし、いやー、ちょっと入っちゃったねゴブリンが。痛いのよそれ。元気度やだ。はい、ディガーウッド熱いね。正直ディガーウッドで削りながらダクプリでドリル、デリであれかな。あー、もう大砲すごい。おー、逆ね、一旦ね。めっちゃいいケツマイティだなそれ。ファイブ削り、いやー、ダックプリね、マジ天才すぎる。削ってく、いやー、ファイブやだな。でもいったん落ち着き、いやー耐えてるよ。落ち着いて、ロケがあるよ俺には。いやマジダクプリ最強じゃない、盾持ってて折れるよねこんなん誰でも。うわー、避けられる。おっ、地これ、なんであっち行ったん、なんでこれで入るの、おかしくね。さあ強い、削る、もう一周、手前だけ押さえて間に合い、お願いお願い、あー、ぶねー、マジで怖すぎる。
から今日ほんまにロケットのね呪文ダメージ下がっちゃってますからこうなっちゃうんですよね。下がってなかったらもっと言う。あとゴブリンはみ出すぎ。あいつなんなん、マジだぶね。いやー毎回多分ゴブリン完封できてるとドリルからはみ出るあれもっと多分余裕あるんですけど、毎回完封むずくね。すげえはみ出んだけど、俺だけあんなにさドリル受けれないの。あれだよな、多分あの細かいところを完璧にできだすと強そうっすよね、よりね。さあチェーンスケラか、まあゴレか入れちゃいかって感じですよね。まあベイビードラとか嫌だよねって思いながらロギ打っちゃった。あエレスピタテ戦あるんで、いや違うゴレとか、え、だいぶなんかエイムが、だから縦の戦士もうちょっと働いてくんね。完封できてもいいぐらいだった気がしたんですけど、さあなんか珍しいぞ、なんだこれ。いやチェーンスクラかなんだけど、なんか珍しい形してるっすね。いやーすごい、だいぶ特殊な感じですね。アイスイズインド、そのフリーズ型だったらあれがないわけじゃないですか、ボムタワー。だいぶ特殊な、だいぶイケイケなアイスイズインドの遅延スケラ。まあフリーズなのかポイなのかみたいな、わかんないっすね。ちょっとまあ、俺はちまちま行くしかないんで当たってほしいな。もう祈り。ダクプリちょっと嫌っすね。エレス頑張って。おお5-0だいぶ特殊。ファイボね、いやファイボなら正直でかいっすね。そのポイズンよりも削りが弱いんで、ぶっちゃけファイボなのはありがたい。ダークプリもスキル受けに最強になる。あとデリが強いんだよね。やべファイボで溺れる。お相手やってる、それやってるやってるの。この位置は鳥の使ったあたり読みにくいんじゃない。ピューン、あやってる。いやまあこんだけダメージ取んないとねいかれるっすよね、わかる、そのメンタル的な。もうこれでLSPも攻めてもよかったかも。さあディガーが入ってる、相手がね攻めてきてタイミングで打ってるんでね、コストもなく、まあロッケー、おいナイス突進。さあだいぶ特殊な遅延スケラでしたけども、まあ縦線エレスピがねちょっとスケラ受けには強いっすよね。さあもうこういうデッキ使っとる時に限ってねエリゴルとか引かないっすよね。この TCB はやべえデッキのイメージあったけど、なんかジャイバルーンとかのイメージがあったけども、まさかの迫撃。いやほんまにジャイバルーンのイメージあるんですよね、ジャイバルーンガゴガゴフリーズ。いやめっちゃ待ってくれ迫撃なのに。え、もう諦めたわ。いや、ネタ？ん？いや、謎いっすよね。ゴルとかだったらパーン出るし、迫撃だし、いや、マジで謎い。どういうこと？迫撃だけ置いて、守られたら絶対。どんな戦法やねん。さあ、さすがに、これは、
美味しくごちそうさましとくと。いやでもおるのちょっとめんどくさいんですよね。もうね、これでワンパンできるほど火力は、あれ縦線強かったわ。縦線いいっすよね。やっぱゴブリンも今陸ですげえ人気っすけど、2コスでね火力もあって高回転でな回せて、やっぱウッドでもやられちゃうしね。なんかたまにね、いやもうちょっと頑張ってほしいのにっていう時に、やっぱ縦線が強すぎて、縦線超好きなんですよね。小物迫撃か。いや全然普通に戦ってたらまあわかんないけど、デリウッドエレスピ嫌だったのかな。その可能性もありそうだけど。レジェンダリーモンツ、さあよろしく。そろそろなんかゴレダクネみたいな。ああ違いますね、全然今日は公開天デーです。ああエレージャイか、公開天撤回します。あーエレージャイっすね、どう見ても。アチャクイのエレージャイかな。おー、まあエレージャイが相性いいんじゃね、そんな気はするけど。ちょっと待って、暇すぎる。おーダークプリンの、それだって聞いてないな。これやばい、普通に終わる、行かれる。縦線あんなことするから、やめて。ダクブリーですのでね、ダクブリース系オリなんで。あ、オッケーオッケーオッケー、コスタまたよかった。いやマジでなんでゴールないじゃないんってすげえ思うんですけど、いやまあ意外とダクプリーだるいのかな。真ん中でさインフェの竹取りできるじゃないですか、ダクプリー。それ強いっすよね。ちょっと、うおーお前天才だろ。こういうのはね、相手からしたらたまらんだろうな。意味わかんねえもんね今。さああれロケ打ってもいい気すんな、ぶっちゃけ。ああもうそれやだ。あれロケ打ってよかったっすね。打たなきゃこれ守れない気がする。いやいいよ、いやロケ打った方がいい気がする。そのエレジェを溶かしておきたいんですよね、ある程度。真ん中ダクプリがね、どうしよう。あそうっすね、もう溶かしたことによって幸せに守れる。まあ着衣の事故だけね、あとは危ない。オーケー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 、いいね、突っ立ってる下はがまだこれでけえな。おおすげえ、スケボンバーの配置なんかだいぶ独特な。溶かしちゃいます、はい、これ外れるとかないよね。はいはい、こうすることによってだいぶ守りやすくなると思ってはいる。まあ、どっちに何を出すのか問題もあるけど、ああこってライトでね攻めてくるパターンね、怖いよね。なんかエレジャイを守ろうとしてるのにこのダックフリとか通そうとしてくるの、さあちょっと分かんないくなってきちゃうよね。もう一回打っちゃおうさあこれ最後左サイド、あーもうライト削り来てるっすね今の。
さ削る。もう一回ロケ回せるっすね俺。敵取り守って。ピュー。いやーマジでこれ。もう勝ち確認。いいの置いた時点で。さあなんだかんだロケね。なんだかんだね。まあ、ライトニングではね、やっぱ削り負けたくないよね。まあこれもし相手がゴルナイだったら分かんなかったけどね。そう。ゴルナイの勝ち込みのダメージあるだけね。ちょっと怖いですけども。この方だと戦いやすいですね。謎に圧着衣型でしたね。なんで圧着衣なんだろうね。絶対ゴルナイフェニックスの方が強いのに。まあ圧着衣が好きなのかもしれない。分かんない。あー、この人スパーキーやん。ザピオスパーキーです。矢の雨レイジかな。なんか前、すげえ変なやり方した気がする。まあ、ちょっと特殊な方ですね。矢の雨持ってんで、伊達戦が際どいけど、デリバリーもエレスピもダクルもスパーキー受けには強いからね。そういえば俺、ロケットあるよ。まあ、ジャイミニペだけ、ジャイミニペレイジだけね。でザップのリセットはないんで、相手やレイジだったと思う。そこに関してはもうインフェス最強。嫌なのはなんだ、まあ、ミニペ事故ぐらいっすよね本当に。あとはザッピーのリセットで変なこと食らうとか。まあジャイマイティミニペレイジがブッパが来るのか分かんないけど、あーそれやばいね。まあでもさすがにね。いやー縦線マジ最高すぎる。これ行ってもいいかもな。裏でよかったか。マイティかザッピーか一体。いやーこの頭突きマジ惜しかった。いやえっ、おいでコスト使いすぎた。いや許容なのかこれは。諦めたか。いやぶっちゃけ諦めてもおかしくない、おかしくない。確認しとくか。散ったっすね。これはもう無理やつって。いやーオッケーオッケーオッケー。そうロケットがスパーキーに対してそういえばものすごい強かったですね。でザップじゃないのがやばいよね。ヤレイジなんでインフェが突破されないっすよね。さあ縦線がさっきから削りで優秀すぎる。よし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 、これいいね。やっぱ鉄壁だからね、この辺の大型しばきるのはやっぱ気持ちいいよね。さあミニレオナルドナードスイッチよろしくね。君は何の出来かい。ディガーで教えてくれ。あーバルキリーね。まあ枯渇ウォールブレイカー高回転よね。マジでチアだね。マジめっちゃ来そう。いや何だこれ、だいぶ珍しいぞ昔のディガポエ。はああるちゅうね。いやわかりません。ホグとかかな。スケラでした。矢の雨めっちゃやだな。フリーズでした。うっエレスピだよ。エレスピ最強、強すぎん。エレス強すぎんか。対スケラだよな本当に。対スケラ対コウモリ最強すぎて。あーめっちゃいたる。そんなこともなかった。はい。いやこれも幸せですよスケラはね。もうロケット自体も暇すぎて。おい暇なんだねあんたも。ちょっと重いのかなコストが。まあさすがに事故んないと祈りながら、まあ、バルキリー持ってんでねこれ。
トルネ使ったわな、そういえば。ああ、相手の方がフィールドワークいらかったっす。何も考えてなかった。さインフィア置いときゃ縦全部ボコボコにして、でレスピちょっと離したところに置いてあげてね。ああもう最高。トルネ使ったな。もう裏ディガロキまで見える。なんか広い。あ、めっちゃいいエレキやん。いやーロケ当たってく。これがマジでただの神相性というものなのかもしれない。え、なんかイカチーノ出てきた。ちょっと怖くなってきた。守れるかな。いやマジロケット強いっすな、正直。でも上手い人はロケット打たないね、これはっていう気がしたんで、俺は打たない。一段階上のステージに行くために。やばいそれ。いやそうなんですよ、でもこっちの方がね正しい気がする。あ、やべえそれ、なんで。やっぱねロケとかで楽して守らずに攻めて削りながらコストよく守る、こっちが正解な気がする。もうおかしいファルチェ、お前誰が好きやねん。追いつかれてきとるやん、ダメージ。ふざけんなや、ファルチェやん。付き合いってねえもんだって、さっきから全部ファルチェやん。はい、こんなロケット打つよ、絶対打つ、気持ちよく打つ。あんたファルチェだけやろ、ファルチェでしか削れんだろ、知ってるぞ。あ、マジやばい。え、なんでファルチェに。お、守りました。そんなことある、最悪や。